番組をご覧のその女性、特に女性の皆さんは、はい、私が被害をがに遭われた女性と同じ性で女性なので、はい、松本さんひどいとか、松本さん信じられないこんなことっていうことで納得してくださる方いっぱいいると思うんですけど、はい、ただ女性である一方で自分が仕事が少ない時にワイドナショーにお邪魔して自分を面白くいじってくださって、thank you.